立憲民主党の小西博之参院議員が6日、自身の X、Q、ツイッターを更新。同日、自民党総裁選への出馬会見を行った小泉進次郎元環境省の発言に対し狂ってますと一答両断した小西氏は X で自民党総裁選特設サイトに掲載された小泉氏の出馬会見での発言全文を引用その上で 小泉氏の出馬会見はまさに軽薄の極みとぶった切った。さらに驚いたのが政治と金問題で自民党が失った信頼を取り戻すために決闘以来の国民との約束の憲法改正をやると述べている。本来、裏金議員は公民検定士で議員の資格を剥奪されるべきものであり、会見論議も発議の資格もないと断言。狂ってます。 と批判を続けた。小西氏は昨年2月、自身が入手した放送法解釈変更を示す内部文書を公表。捏造だと主張した高市早苗経済安全保障担当省に議員辞職を求めるなどして話題となった。直後の3月には衆議院憲法審査会に対する毎週開催は猿がやることなどと発言して物議を醸し後に謝罪した。 以下は視聴者からのコメントで、立憲民主党の人はなんでこう上から目線で批判しかできないのだろう、これは多くの有権者が思っていることだと思うのですが、それを汲み取れない、情報が入ってこないというのは組織として問題がありますね。そういう言い方は、大人としていい言い方だとは思わない。 国を代表する議員としては良くない発言だと思う。まあ、選挙がどうなるか楽しみ。意気込みと結果は同じとは限らない。自民党が嫌だから野党に票が行くと決まったわけじゃない。小泉氏の出馬会見はまさに軽薄の極み。失礼ながら意外にまともな対応を見せた小泉氏に、危機感、もっと言えば劣等感を持って反応したのでしょうけど。 みっともないですね。確かに、小泉氏に問題がないとは言えませんけど、小西氏に比べたら100倍くらいまともだと思います。会見で、能力不足を指摘したつもりで帰り討ちにあった、左翼ジャーナリスト、もどき同様、結果的にはアシストになるでしょうね。自民党はもともと憲法改正のためにできた党。そんなことは、高校生くらいならみんな習う。 脱派閥は当然考えているだろうが結局は人が3人集まれば派閥ができると言われるくらいだから勉強会から派閥へと進展することくらい想像できる派閥がいけないのではなくキックバックを報告記載せず脱税したことが悪なのであるから罰を受けるべく党内規制を強めそれを違反した者は当然司法に判断を仰ぐようするのが自然 小西議員の言いぶりは世論を味方につけようしているのだろうが、立民の体制そのものが軽薄に移るのに、お前が言うかと感じる。小西さんに比べれば、新次郎さんはかなりマシだと思うよ。自民が苦境に立つと必ずと言っていいほど、小西さんが何かやらかして自民を助けてるからね。自民党の影の応援団とまで言われてるし。偉そうなことを言う。 立憲な代表選の候補者にもなっていないものが何を言っているのかと思う新人の吉田さんの方がよほどしっかりやっている。こんな政治家がいるから立憲は自民党に対抗できる政党になれないのでしょう。多くの人が自民党が本当にいいと思って投票していない。信頼すべき政党がないためだ。立憲は今の国会議員を整理し、 ダメなな議員を外さないと永遠に国民から信頼されて投票してもらう政党にはなれないのでしょうし、代表選の顔ぶれを見ると、本当に政権を取ろうと思うとは思えません。私的に厳しい言い方をすれば、批判ばかりで、何の魅力もなく、国民にとって共産党よりも実はいらないと思われている政党ではないかと思う 久しくお見かけしないから宣言通り外国に行かれたのかと思っていました。他人に厳しく自分には甘々の二枚舌では世の中通用しません。相変わらず批判するときだけは威勢がいいですね。次の国政選挙では生き残れるでしょうか。小泉氏に対して今の自民党が多くの裏金議員、脱税者、もしくは詐欺罪に値する を抱えている現状をもって憲法改正を論じることは確かに軽すぎる論だとは思うが、狂ってると口汚く断じるのはあまりに品がない。こういう言い方しかできないようでは、立憲の議員の軽さを醸し出してしまうだけ、かえってマイナスになるのでは国会議員さんにはもっとしっかりとした冷静な政策論争を期待したい。ま、それにしても、 小泉氏の話は勢いとワンフレーズ一切型。そして中身は後で議論します。世論に寄り添います。的なまさに政治的な思想心情が滲み出てこないものでした。国際情勢や経済のこと本当にわかっているのだろうか心配ではある。